こんにちは、北村チャンネルです。この動画では今カメラの北村でどんなズームレンズが売れているのか、2022年8月の売れ筋ランキングトップ5をご紹介したいと思います。それでは早速第5位から発表します。第5位はタムロン28-200mm モデル A071 のソニー E マウント用でした。こちらは高倍率ズームながらも広角側で F2.8 という明るさを実現した画期的なズームレンズです。しかも最短撮影距離が19センチと寄ることができ、オートフォーカス駆動も独自開発のステッピングモーターユニット RXD によって高速かつ精密なオートフォーカスを実現しています。それでいてレンズの長さが 11.7cm、 重さが 575g とコンパクトにまとまっていて、できるだけ荷物を減らしたい旅行にはもってこいのレンズとなっています。光学系でも LD レンズや XLD レンズ、そしてフレアやゴーストを抑制する BBAR コーティングを採用するなど、高倍率ズームの常識を覆す高い描写性能も実現しています。高性能と利便性を兼ね備えた非常に使い勝手のいいズームレンズです。続いて第4位は富士フイルムの XF70-300mmF4-5.6R LM-OIS-WR となっています。こちらは富士フイルム X シリーズ用の純正望遠ズームレンズ。徐々にイベントが再開されて望遠ズームの需要が高まってきているようです。レンズ名に記されている LM はリニアモーターのことで、高速で静かなオートフォーカスを実現。 OIS は光学手ブレ補正機構のことで、こちらのレンズは 5.5 段という強力な補正効果で手持ち撮影をサポートしてくれます。そして WR はウェザーレジスタントの略で、レンズに施されたシーリングによってホコリや水滴の侵入を防いでくれます。防塵防滴対応のカメラで使用しますと、少々の雨やホコリの多い環境でも安心してお使いいただけるレンズです。なおこちらの商品は北村のお得な買い替えサービス特特交換の対象商品となっていますので、動画概要欄に記載のリンク先でぜひサービスの詳細をご確認ください。続いて第3位はニコンのニッコール Z24-120mmF4S という結果になりました。フルサイズのニコン Z シリーズユーザーから大人気の高性能標準ズームが今回もランクインしています。一般的な標準ズームの広角 28mm からはちょっと広く、望遠側は 120mm までとちょっと大きく撮れる便利な5倍ズーム。ズームを使っても開放 F 値が F4 のまま変わらないため、望遠側では大きなボケを生かしたポートレート撮影などにも使えます。光学系も解像力に定評のあるニッコールレンズの中でも特に優れた S ラインレンズで、絞り開放から高い解像力を発揮。またナノクリスタルコートとアルネオコートによって逆光時のゴーストやフレアを効果的に抑制することでクリアな画像が得られます。ホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングも施されていますので、屋外でも安心。常用レンズとしておすすめの一本です。なおこちらの商品は月々のお支払いを低く抑えることができる特特据え置きの対象商品となっておりますので、動画概要欄に記載のリンク先でぜひ詳細をご確認ください。そして第2位はキャノン RF100-400mmF5.6-8ISUSM となりました。こちらはキャノン EOS R システム用の超望遠ズームレンズで、ランキング常連のレンズとなっています。APS-C サイズの EOS R7、R10 で使用すると 35mm 版換算で 640mm 相当になりますので、さらに需要が高まってきそうです。比較的お求めやすい価格でありながら、小型軽量設計で外に持ち出しやすく、しかも 5.5 段の手ブレ補正機能を備え、しかも高解像高コントラストな画像を切り取れるという全体的な性能を考えれば大変お買い得なレンズと言えます。気軽に超望遠撮影が楽しめ、撮影の幅や楽しみ方が広がるおすすめの一本です。なおこちらの商品は特特交換の対象商品となっていますので、下取りのある方はぜひチェックをお願いいたします。そして2022年8月の第1位はタムロン 28-75mmF2.8G2 のソニー E マウント用という結果になりました。
従来よりも光沢度を高めたツヤのあるブラック塗装で傷や指紋がつきにくく、各所に配されたシーリングによって簡易防滴構造になっているなど作りもしっかりとしています。またフォーカスセットボタンも搭載しており、お好みの機能を割り当てることで素早く設定変更ができるなど操作性も優れています。オートフォーカスもリニアモーターフォーカス機構 VXD によってスピーディーで滑らかな動きを実現し、駆動音も静かなので音が気になる場所や動画撮影においても安心してお使いいただけます。 F2.8 ならではの大きなボケ味を活かせるほか、 LD レンズや非球面レンズも積極的に使用されて描写性能も追求されており、非常にコストパフォーマンスに優れたレンズに仕上がっています。ソニー E マウントユーザーの方はぜひご検討ください。なおこちらの商品も特特交換の対象となっていますので、下取りのある方はぜひチェックをお願いいたします。以上が2022年8月のランキングでした。もし気になった商品がありましたら、北村ネットショップで最新情報のご確認をお願いいたします。また下取りや買取は店頭はもちろん北村ネットショップでもお受けできますので、北村ネットショップもぜひご利用ください。